この動画では膵がんの画像診断についてお話ししていきます。膵がんは非常に致死率が高いがんで、画像診断が大きな役割を果たしているがんですけれども、今回の動画では膵がんの病態について、そして CT と MRI を中心とした膵がんの画像所見について、典型像を中心にお話ししていきたいと思います。キーワードについては、これらのキーワードについてお話ししていますので、これらのキーワードに興味がある方は、ぜひここから先の動画もご覧いただけたらと思います。それでは始めさせていただきます。それでは症例を見ていきたいと思います。64歳女性で、腫瘍マーカーである CA19 が高知の方の症例です。造影 CT の膵実質層で、正常な膵臓は強く染まっていますが、膵尾部に瘋血性の腫瘍が見受けられます。この瘋血性の腫瘍は、平行層では膵実質よりもほんの少しだけ高信号に見えます。さらに、この腫瘍よりも、膵尾部側の部分は、主膵管が拡張し、他の膵実質と比べて少しだけ膵実質が萎縮しているように見えます。この部分は、正常な膵よりも相対的に少しだけ造影効果が弱いように見えます。この方は MRI も施工され、脂肪抑制の T1 強調画像で、正常な膵臓は高いタンパク質を反映し高信号ですが、腫瘍の部分は相対的に低信号になっています。この腫瘍の部分は、拡散強調画像で高信号、ADCC 値が低下しており、拡散制限を反映しているものと考えられます。さらに、腫瘍の部分に位置し、MRCP で主膵管の途絶が見受けられ、上流側の主膵管が拡張しています。主膵管の途絶に伴う随伴性膵炎を伴った膵がんと診断された症例です。膵がんの病態について見ていきます。膵臓の悪性腫瘍の85%を占め、進行が早く予後が極めて不良ながんです。全体の5年生存率は9.7%で、外科切除が可能であっても5年生存率はわずか18%となっています。発見された時点で外科的切除が困難な場合が多いですが、ステージ1もしくはステージ2の段階で発見された症例の5年生存率は50%を超え、早期発見が非常に重要となってきます。しかし、早期発見される症例は全体の4%と言われています。膵がんの症状については、膵がんは症状が出にくいがんであり、無症状の発見が15%となっています。症状に関してはこのようにパーセントで記載しましたけれども、腹痛、食欲不振、早期膀胱癌、黄疸、体重減少、肺部痛などがあります。膵頭部にがんが生じた場合には、黄疸を伴うため早期に発見されやすい特徴があります。これ以外にも糖尿病との関連が非常に重要で、膵がんの60から81%の方に糖尿病があり、糖尿病診断後2年以外に膵がんと診断される傾向が高いです。また4から5%は糖尿病の増悪が診断の契機になっています。続いて、膵がんのリスク因子ですが、家族歴や遺伝性に加えて、嗜好として喫煙と飲酒、生活習慣病として糖尿病と肥満、そしてこちらは放射線技師と関連が深いところですけれども、膵疾患や膵画像所見として慢性膵炎、IPMN、膵嚢胞膵管拡張、そしてその他として胆石、胆嚢摘出術、血液型、感染症などがリスク因子となっています。膵がんの病理については、悪性膵腫瘍で最も頻度が高いのは膵管上皮由来の膵管がんとなっており、浸潤性膵管がんは腺がん、腺扁平上皮がん、粘液がん、体形性がんがあります。通常型膵がんというのは、一般的には浸潤性膵管がん、インベージブダクタルカルチノーマのうちの腺がん、パンクレティックダクタルアルのカルチノーマのことを指します。腺がんについては、環状腺がんが最も頻度が高く85%、乳頭腺がんがそれに次ぎます。部位については膵頭部が8割、膵尾部が2割と言われています。繊維性間質が多く浸潤性に造成する特徴があり、豊富な繊維化を反映した境界不明瘤な腫瘤となっています。主膵管を閉塞して閉塞性膵炎もしくは随伴性膵炎を伴う場合が多いです。また神経に沿って浸潤するのも膵がんの一つの特徴となっています。続いて、膵がんの診断について見ていきます。血性膵構造腫瘍マーカーについては、血清アミラーゼ、エラスターゼ1の異常率は20から50%と言われています。しかし、これらの異常は膵がんに特異的ではなく、膵がんによる膵管狭窄による膵炎が原因と言われています。腫瘍マーカーについてはこれらがありますが、 CA や特に CA19 が有名だと思います。
CA99 の膵がん検出感度は70から80%と言われていますが、2センチ以下の膵がんでは半分程度と言われています。よって腫瘍マーカーは早期発見には適しませんが、フォローアップ、予後予測、治療効果の予測に有用なマーカーとなっています。続いて膵がんの画像診断について見ていきたいと思います。膵がんの画像診断では造影 CT が行われる場合が多く、典型的には造影早期で膵実質と比べて低吸収、さらに遅延層にかけて前増性、つまり次第にゆっくりと濃染される膀胱性腫瘍となります。造影の層に関しては膵実質が最も造影される膵実質層が最も明瞭で、主流の部分の主膵管が閉塞し、さらに上流側の圧が上がり主膵管が拡張しますけれども、この微塞の膵管の拡張に関しては CT でもある程度判断ができます。膵がんは造影 CT では一般的な膵実質層で評価していきますけれども、平行層も非常に重要です。平行層では周囲の膵実質よりもわずかに高信号になる場合があり、特に3センチ以下のサイズが小さい膵がんでは膵実質層で低信号を示さず、後期層の高信号のみで判別可能な症例があるため注意が必要です。こちら文献からの引用ですけれども、膵実質層では結節は判断が難しいですけれども、平行層で染まり上がっており、こちらの自層でのみ判断可能な症例があるということに注意が必要です。造影 CT における膵がんの検出では93から 97% 程度の感度が報告されています。造影自層については単純 CT、 膵実質層、門脈層、静脈層というのが一般的で、スライス圧は 2.5 ミリ以下が推奨されています。造影 CT では特に病気診断が非常に有用で、脈管浸潤や神経層浸潤の評価に有用です。病気の診断に関しては別でまた詳しく動画を作成していく予定です。続いて MRI による画像診断について見ていきたいと思います。膵臓は非常にタンパク質が豊富な臓器で、 T1 強調画像で高信号になる特徴がありますが、膵実質ががんに置換された場合、その部分が相対的に低信号になる特徴があります。また撮影に関しては脂肪抑制を付与するとコントラストが非常に明瞭になるため、脂肪抑制の T1 強調画像が使われる場合が多いです。続いて拡散強調画像についてですが、がん細胞が大量に増殖することによって細胞間隙の水分子の拡散が制限され、拡散強調画像で高信号、拡散そのものを表す ADC 値がローとなります。一つ注意点として、随伴性膵炎に陥っている部分も拡散強調画像で高信号になる特徴があり、それによって膵がんの結節の部分が不明瞭化するため注意が必要です。また MRI の強みとして、非造影で胆管や膵管を病出できる MRCP やシングルショットの高速スピン工法で T2 強調画像を撮る SSFSE などがあり、それらのシーケンスで胆管や膵管の評価が可能です。胆管膵管の狭窄や閉塞、微塞の膵管の拡張を明瞭に病出でき、こちらの症例ではこの部分にがんがありますけれども、その部分に対応し主膵管が閉じしており、この主膵管の閉塞部分よりも上流で圧が上がり微塞の膵管が拡張している像が非常に明瞭に病出できています。狭窄や閉塞部の先端は通常先細り状で、主膵管の拡張を認めた場合、その膵頭部側の主膵管の閉塞部位の確認、胴部の主流の有無をチェックする必要があります。また膵頭部がんでよく認められるサインとしてダブルダクトサインがあります。双胆管と膵管の両方が拡張するサインで、この部分に膵頭部がんがあり、胆管と膵管両方の圧が上がることによって両方の脈管が拡張するサインです。当然膵頭部がんだけではなく、胆管や膵管の閉塞をきたす主流性病変であればあらゆるもので認められるサインですので、膵頭部がんのほかに乳頭部がん、主流形成性膵炎、乳頭膨大部共通管の結石などでも認められるサインとなります。膵がんを診断した場合には、治療方針を決めるために肝転移の評価を行う必要があります。 MRI では肝転移の評価において拡散強調画像と EOB を使った造影 MRI が非常に有用です。
こちら肝転移の症例ですけれども、拡散強調画像で肝転移の部分が明瞭な高信号、動脈層でリング状のエンハンスメント、肝細胞層できれいに抜け、非常に分かりやすい像が得られていますけれども、造影 CT の場合は門脈層で肝実質が染まっている部分に対して相対的にローで抜けるという像が見えますけれども、造影 CT と比べて明らかに MRI の方が分かりやすいと思います。症例によっては造影 CT では全く分からず、MRI の EOB でのみ診断可能な症例も多数存在します。肝転移があった場合には原則切除不能という治療方針になるため、治療方針を決定する上で肝転移を評価する必要があり、それにおいて EOB を用いた造影 MRI は非常に有用です。随伴性膵炎、トゥーモアアソシエイティドパンクレアタイティスについて補足すると、浸潤性膵管がんなどの微細に合併する膵炎で、経過の長い主膵管閉塞による微側膵管拡張によってもたらされる病態です。閉塞性膵炎とも言います。例えば膵がんによって主膵管の閉塞が起き、それよりも微側の主膵管の圧がたまり拡張、さらに膵液の鬱滞が起きることによって膵炎になると考えられます。微側膵管の拡張と膵腫瘤の存在をしっかりと指摘することが重要です。随伴性膵炎の場合には、例えば造影 CT の膵実質層では、膵がんの部分は強い低信号ですけれども、黄色の矢印で示す随伴性膵炎の部分は正常な膵実質よりもほんの少しだけ低信号になり、膵がんと随伴性膵炎の部分にコントラストがありますけれども、 MRI の場合には注意が必要で、脂肪抑制の T1 強調画像では膵がん、随伴性膵炎ともに低信号となっており、この2つの境界が不明瞭になってしまいます。拡散強調画像でも同様で、膵がんの部分が高信号、随伴性膵炎の部分も高信号となり、膵がんの高信号が目立ちにくくなってしまうということに注意が必要です。脂肪抑制の T1 強調画像など T1 強調画像系のシーケンスでは、随伴性膵炎の部分は膵炎の浸出液等によるみずみずしさを反映して T1 強調画像で低信号になっているものと考えられます。拡散強調画像では同様に膵炎のみずみずしさによる T2 強調画像高信号による T2 遮陰する効果などが原因で、拡散強調画像でも高信号となり、ピンクの矢印で示す膵がんと黄色の矢印で示す随伴性膵炎のコントラストが不明瞭になるということをしっかり意識しながら画像を見るということが重要になってくると思います。撮像モダリティとしての MRI の目的としては、造影剤を使わずに非侵襲的に検査ができるメリットがあり、造影剤が近畿の患者さんや ERCP を行いたくない患者さんに非常に有用です。膵がんの検出に関しては CT が勝るもしくは同等という報告が多く、こちら一つの報告ですけれども、造影 CT が感度89%、得意度90%なのに対し、腹部の MRI では感度89%、得意度89%とほぼ同等となっています。MRI では拡散強調画像を撮れるのが一つの強みとなっており、通常の MRI では感度75から76に対し、拡散強調画像を加えると96から98%に跳ね上がります。膵がんの心電図の評価に関しては CT が勝るため、MRI の特に重要な目的としては膵管の評価、室域診断、鑑別診断が目的となります。特に膵管の評価においては非造影で撮れる MRCP が非常に有用で、MRCP 単独の報告でも膵がんの感度95%、得意度82%で報告されています。また EOB を使った MRI では肝転移の検出に非常に有用です。膵がんの治療に関しては外科手術、放射線療法、化学療法、手術前に化学療法や放射線療法を行ってから手術を行う補助療法、胆道ドレナージやステント療法などが行われます。外科手術に関しては、膵頭部がんに関しては膵頭部と十二指腸を切除し、その後小腸を持ち上げて吻合する膵頭十二指腸切除術、膵体部や膵尾部のがんに対しては膵体膵尾切除術、膵臓を全摘する膵全摘術や門脈合併切除の再建などが行われます。それでは今回の動画の内容についてまとめていきたいと思います。今回は膵がんの病態と画像診断についてお話ししました。膵がんの病態としては予後不良であること、早期発見が重要であること、リスク因子や症状、病理や腫瘍マーカーについてお話ししました。画像診断については造影 CT と MRI を中心にお話ししましたが、造影 CT では膵がんは瘋血性腫瘍であり、膵実質層で周囲と比べて低信号になること、そして特に小さい膵がんに関しては平行層での脳線が重要であることについてお話ししました。
MRI に関しては、T 板強調画像で低信号になること、拡散制限により拡散強調画像で高信号になること、脾臓への MRCP が非常に重要で、膵管の狭窄へ閉塞、微速膵管の拡張が評価可能なこと、ダブルダクタサインについて、そして肝転移の評価における EOBMRI の重要性などについてお話ししました。撮影する側の我々放射線技師としては、適切な画像を病態や典型像を理解した上でしっかりと提供し、膵がんの診断や治療につなげていくことが非常に重要になってくると思います。以上が今回の動画内容のまとめとなります。動画の作成にあたって参考にした書籍は以下の通りです。今回の動画が皆さんの普段の業務に少しでもお役に立てれば幸いです。それでは今回の動画はここまでにしたいと思います。お疲れ様でした。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。このチャンネルでは放射線技師向けの動画を発信していきます。一流の放射線技師を目指して、ためになる分かりやすい動画を目指していきます。気に入ってくださった方はチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。